今日は江ノ島で撮影します。そういうことでちょっとあまり本編初公開のすっぴんです。私今日晴れるのかなと思ったんだけど、めっちゃもう快晴で、雨女なのになぜなんだろうっていう感じです。何してるんですか。顔が痒くて無比塗ってます。マジで痒くて本当に。これずっとこう当て続けて。顔無比大丈夫なんですかね。問題ないと思うよ。臭い。ちょっと涼しいわ顔が。涼しいです。ということで報告時に行ってきました。意外となんか人いっぱいいるね。楽しみ。自然を感じにちょっと今日は自然ツアーということで行っていきたいと思います。オッケーもうちょっといいかも。いいよ、3、1やばいね今日。でも本当雲がほぼないよ。あっちとかも、いや、ウェディングフォトをしてる人がいて幸せでした。めっちゃ可愛かった。うまいですね。モールがうまい。見てください。ホールと会議室。これ買って入んなきゃいけないみたいな。やべですね。謎じゃない？結構なんか世界の七不思議みたいなこと。どういう集まりをしてるんでしょうか。あ、じゃん。全部頼めるやつでした。いただきます。え、うまそう。どういうこと。いくよ。いや、これ反対だった。美味しそう。ソフトクリーム食べたい。美味しいですか。あった。惜しかったよね。いきます。はい、まだ何も書いてない。いくよ。じゃあこれ、はい、お願いします。すごい。体は資本、心は原動力。縁談、理想と現実は違うもの。厳しいですね、これ。厳しかった。思いを話すときにやって。本当かよ。住田さんに言うなら。住田さん、会いたいです。大好きです。もし会ったらどうする？会ったら、
女が出ちゃうね、結構。しっかりと。ちゃんと。ご飯行こうよ。いやしっかりと、ボディがめっちゃ見える。ピチピチの服を着ていくと思う。ここと、片手ここも。もう片手で持てない。やばい。カメラマンさんってすごいんだね。すごい。すくい上げるような感じ。両手で。さあ、OK。おやめよう。ということで、最後は、お見せしないで。今日はね、思ったより、すごい撮影日和って感じ。初心者のようなウンパイのウェイキング見て楽しかったんですか？よくわかんないね。よくわかんない。じゃあそんな感じで動員の方も見てくださいね。いいやろ。サイダーはちょっともっとこうなんか換算聞いてるみたいな感じの目を閉じた表情してほしい。なんだろう。喉越し感。そうめっちゃ夏。あ、最後に消えた。横に消えた。OK。いいと思う。あとちょっと自分がデブすぎるからちょっとどっち向いた方がいいんだろう。 OK。 お腹がポンポン。え、いいじゃん。 OK。 じゃあ全てが終わりましたのでこれでお疲れ様です。今日一日終わりました。あっという間だったけど、今日はソフトクリームを2個食べたことがとっても楽しかったです。まあそんな感じで動員を始めるのでチェックしてみてください。お願いします。この後は車で寝ます。おやすみなさい。Thank you.